はい、こんにちは。サックス大学の曽根和樹です。今日はサックスのテクニックいろいろあると思うんですけど、ベンドアップ、ベンドダウン、サブトーン、ハーフタンギング、これを全部使った超かっこいいフレーズを紹介したいと思います。今日は難しいんですけど、初心者の方はちょっと難しいかと思うんですけど、サックスのテクニックを覚えていくと、こういう風にかっこいい演奏になるんだっていうのを、よかったら聞いてください。ということで、早速始めていく前に、サックス大学生徒募集中です。チャンネル登録のボタンを押すだけで誰でも入学できますので、よろしくお願いします。ということで、早速始めていくんですけど、サックスって、他の楽器にはできないテクニックがたくさんあるんですよ。似たようなテクニックはあると思うんですけど、サブトーンとかハーフタンギングって他の楽器にはできないので、サックスっぽい演奏になります。サックスの数多くあるテクニックって何のためにあるかわかりますか？まあね、いろいろねあるんですけど、まずはそのテクニックの存在があることを知らないといけないんですけど、そのテクニックをどういう風に演奏に使っているかっていうのをまず知って、そのね、聞き取れないと演奏にやっぱ使えないんですよね。ここがね、そのサックスのテクニックの難しいところではあるんですけど、このサックスっぽいテクニックをできるようになれば、他の楽器にはできないかっこよさが出せるんですよ。結構かっこよくなりますので、ぜひ覚えてください。今日ね、やるフレーズなんですけど、Cメジャーの曲だったり、まあ平行調の Aマイナーの曲に使えるフレーズなので、ぜひ覚えてください。まあ Feel Like だったり、丸の内サディスティックだったり、まあね、Cメジャーとか Aマイナーの曲だったら何でも使いますので、ちょっと一回やってみますので聞いてください。どうですか？これね、僕のお気に入りのフレーズでよく使うんですけど、かっこよくないですか？ちょっと僕はかっこいいと思って使ってるんですけど、かっこいいと思ってくれたら、ちょっとよかったら一緒に練習しましょう。これね、ベンドアップ、ベンドダウン、サブトーン、ハーフタンギングってね、これ全部使ってるんですよ。まあ楽譜は貼っておきますので、ちょっとね、どこに何を使っているかっていうのを、まずは聞き取れるように、ゆっくりやってみたいと思います。これです。まず、楽譜はね、書いたので、貼っておきますので、説明していきますね。最初のラーミっていうところでベンドアップを使ってるんですよ。ベンドアップっていうのは音程を低いところからしゃくり上げてミに持ってくんですけど、ラからラーミっていくんじゃなくて、ミを低いところからラーミってこれね、しゃくり上げてるんですよ。まずラミは OK ですか？これね、やり方なんですけど、普段ミっていうのはレのシャープからしゃくり上げてると思うんですけど、今回は高い音からミに行きますよね。ラからミに行くと思うんですけど、なので指はなしでいいです。ラからミの指になった瞬間、口を緩めてミに戻します。そうするといい感じでしゃくり上がります。だからミのフラット、この指をやる必要は今回はないです。高い音から低い音をしゃくりたいときは半音下の指を使う必要はないです。こういう感じです。こういう感じになります。だから指はね、いらないです。で、次、ミのフラットからドに行くときに、ミのフラットの音をベンドダウンします。ベンドダウンっていうのは、
縁を緩めて音程を下げます。で、ここが難しいんですけど、下げていってドにした時にドの音をサブトーンにします。サブトーンっていうのは、これね、ちょっとね、難しいんですけど、ちょっとね、顎を後ろに引いて、こもった音を、曇らせた音を出すことをサブトーンって言うんですけど、それをここのドに使ってます。だから、ミからベンドダウンして、ドにたどり着いたドの音をサブトーンで吹きます。わかりますか？ドの音が少し曇って 音量も小さくなるんですよ。ミードレ、このレっていう音をアクセントをつけたいので、ちょっとね、つなげていきます。ミードレまでちょっと吹いてみます。だレっていうのは、そのサブトーンにしたドを戻すからレがアクセントに聞こえるんですよ。ミーをベンドダウン、ドをサブトーンで、サブトーンから戻すからレがアクセントに聞こえます。わかりますか？ミーベンドダウン、ドがサブトーンで、レはアクセントで、最後のレーラードっていうところのラが今度はサブトーンじゃなくてハーフタンギングで音を、まあ、飲み込みます。ゴーストノートっていうやつなんですけど、ちょっとね、聞いてください。こういう感じになるんですけど、一通り説明したので続けてやってみたいと思うんですけど、まずはどこでどういうテクニックを使ってるかっていうのを聞き取れるようになるところからだと思いますので、まずはどういうテクニックがどこで使われてるかっていうのを認識できるように頑張って聞き取ってください。ちょっと吹いてみます。ちょっとね、ゆっくりやってみたいと思います。もっとゆっくりの方がいいかな。ただ、ちょっとね、このぐらいかな。ちょっとゆっくりやってみたいと思います。こういう感じになるんですけど、聞き取れましたか？聞き取れなかったら、YouTube って再生のスピード変えられると思うんですよ。なので、75% ぐらいにして、ちょっと聞いてみてください。で、聞き取れるようになったら、100% のテンポで聞いたり、ちょっとね、何回か聞いて、まずは聞き取れるようになることから、このテクニックが、できるようになっていきますので、まずはちょっと認識できるようにやってみてください。ちょっとね、実際このフレーズを使った何回か使いながらアドリブやってみますので、ちょっと聞いてください。こんな感じでちょっとアドリブやってみたんですけど、
さっきね、ゆっくり、説明したと思うんですけど、どうですか？聞き取れるようになってたんじゃないですか？結構ね、ゆっくり、どういうテクニックを使ってるかっていうのを覚えると、聞き取れるようになるんですよ。で、聞き取れるようになったら初めて、フレーズを覚えて、練習したら自分のものになっていくと思うんですね。なので、このフレーズよかったら練習して、皆さん、このフレーズ使えるようになってください。これ僕のお気に入りのフレーズなので、よかったら皆さん練習してください。ということで、今日は、全乗せフレーズとも言いますかね。もう、いろんなテクニックを使った。もうだから、あれですよ。二郎系のラーメンで言ったらもう全増しです。もう全乗せのフレーズなので、頑張って練習してください。ちょっとね、聞き取れるようになったっていう人はよかったらいいねボタンを押しといてもらえると嬉しいです。ということで終わりたいと思います。さよならー。